今日の御言葉、マタイの福音書5章1節から6節。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。心の貧しい者、悲しむ者は一見かわいそうに思うかもしれません。しかし彼らは幸いです。なぜならイエス様によって救われて天国に入れられる時に喜びを味わうことができるからです。天の御国に入れる者は柔和で義に飢え渇く、そんな人です。私たちは日々義に飢え渇く必要性があります。罪に誘惑されてはいないでしょうか。罪に誘惑されて罪を犯してはいないでしょうか。罪の奴隷から私たちはキリストイエスによって解放されました。ですから私たちは義を追い求める人になろうではありませんか。今日も私たちを柔和な人としてください。 All for Jesus。